さて第3話が放送されたわけなんですけども、遅すぎるぞ怠慢か。仕事が忙しいからねしょうがないね。で、第3話はゲームでいうところの第2戦役にあたるストーリーなんだけど、ゲームのストーリーとは少し違っていたね。ストーリーとしてはアニメの方が自然でわかりやすかったし、合言葉のくだりもすごく自然だったと思う。ただやっぱり戦闘描写がチープなことは否めないね。そこはもう仕方ないこととして半分諦めてるよ。このアニメではストーリーを楽しむためのアニメだと割り切って視聴するのが正しいのかもね。ただし、完全初見さんは世界観があんまりわからない状態で話が進むっていうのは相変わらずだから。どうしても既存ユーザー向けのアニメになってしまっているんだよね。これでは新規のユーザーが増えるかどうかって言われると微妙なラインだと思うよ。まあこれは前から言ってたことだけどね。そういう場合専門用語とかを使わずに雰囲気で楽しめるような工夫があればいいんだけど、3話ではなんとなくの雰囲気で楽しめるようになってるんじゃないかと思う。と入っても1話2話を見ていないと話がいまいちわからないし、その1話2話が専門用語のオンパレードなのがいただけないんだけどね。ともあれ、今のところのアニメの評価としてはかもなく不可もない作品って感じかな。というか今期は面白いアニメが多すぎて相手が悪い感じがするよ。要は普通ってことだね。あと気になる点としては画面端などの細かいところの作画が崩れているところが多いね。神は細部に宿ると言われているし、細部に手を抜いているからその程度の作品と見られてしまうんだろうね。ともあれ、ストーリーとしては既存ユーザーとしてはそこそこ満足できるし、今後のストーリー展開も含めてまだ楽しみではあるんだよね。だからまだまだ視聴は続けるつもりだよ。それはそうと2話の演出の人は外した方がいいと思うよ。あれは用語の仕様がない。唐突にはしご外すのお上手ですね。てな感じで第3話の感想でした。みんなの感想はどうだったかな。コメントで教えてくれ。それではご視聴ありがとうございました。